北九州市の中心部を彩る恒例の小倉イルミネーションが今夜始まりました。今年は世界体操、世界新体操仕様です。午後6時半過ぎ、北九州市の小倉中心部でイルミネーションが一斉に点灯しました。例年11月から行われますが、今年は18日に開幕する世界体操、世界新体操に合わせて1ヶ月ほど早くお披露目されました。ようやく宣言も解除されて、初日からこういったことで非常に嬉しく思ってます。去年はちょっとまだ小さかったのでよくわからなかったと思うんですけど、今年はだいぶ分かってきたと思うのできっと思い出になると思います。このイルミネーションは来年1月10日まで楽しむことができます。